やっほーい、さっちゃんだよ。 YouTube を始めて約2ヶ月が経ちました。そしてなんとなんとチャンネル登録者数が5000人いきました。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何話す？さつきのカラオケで？カラオケ？でも YouTube 見てるときはアカペラじゃないとダメなんだよね。そう。あ、そうなんだ。あの曲の。エコガンガンにするみたいな。アカペラ？あ、曲とかなんだ。マイクも使っていいの？マイクは使っていいけど、あの音源が著作権的なあれだから。ああ、なるほどね。著作権侵害。今から家族でカラオケに行きたいと思います。なので私の音痴を皆さんに披露したいと思います。イエーイ。携帯壊れる。ね、思いますってやめて。ねえ、なんて言ったらいいの。思いますってやめて。行ってきます。カラオケに行ってきたいと思います。思いますって何ね。なので皆さんに音痴を届けたいと思います。音痴を届けますでいいんだよね。音痴を届けます。じゃあまた後でお会いしましょう。またね。カラオケに着きました。今から歌っていきます。浜崎あゆみさんのシーズンスです。ガチで歌うんで本当に音痴なんで本当に今謝っときます。申し訳ございません。でもガチで真剣に歌いますよ。ココアです。感想長くない？あ、来た。え、待って、これどっから始まんの？あ、今年も一つ季節が巡って思い出はまた遠くなった。曖昧だった夢と現実の境界線は濃くなった。それでもいつか君に話した。夢に嘘は戻んなかった。ララバイ。はい。あ、がとても楽しいと明日もきっと続いてく、そう思っていたの頃。難しいね、やっぱりアカペラって。さらに繰り返してく、毎日に少し物足りなさを感じながら、不自然な時代のせいだよと先回りして諦めてた。ララーイ。今日がとても悲しくて明日も死も泣いていても、そんな日々もあったねと笑える日が来るだろう。終わった？イエーイ。さて何点でしょう。67点。ありがとうございました。ふざけてないです。2曲目はガチで真剣に歌います。いや、今も真剣だったんですけどね。次は太陽の歌です。震えている私の手に初めて君が触れて、優しい気持ち温かさにやっと気づいたんだ。閉ざした窓を開ければ新しい風が吹いた。笑って泣いて君と出会えて、見える世界は輝き出した。ひまわり揺れる太陽
ていた。風を君を私のまま明日を歌うよ。限りある日々を止まらない時間をどれだけ愛せるかな。愛せるよね君がいれば光さえも逸らさないで君を君を。71点です。さっきよりも点数上がりました。イエーイって感じで、本当に5000人本当にありがとうございました。こんな私ですが、これからもよろしくお願いします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。